はい、どうも、ゼネダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回、めちゃくちゃレアな動画が見つかりまして、一応まあ、僕ってこう、動画投稿頻度は高い方じゃないですか。まあ、1日だいたい2本ぐらいかな、って形のね、投稿者だと思うんですけど、動画がやっぱりこう、管理しきれない時ってあるんですよね。まあ、完全言い訳なんだけど、月にこう、さすがにね、まあ、50本とか60本上げていくと、まあ、溜め撮りをだいたいまあ、10本以上かな、まあ、1日3、4本ぐらい撮らないと、まあ、間に合わない時があるんですよ。ってなってくると、行方不明な動画とか、忘れてたっていうのがちらほら出てくるんですよね、動画として。撮りための中から。だいたいそういうのってお蔵入りにして、せっかく撮ったけど、みたいなのがオチなんですが、今回見つかったのが、なんと、コールオブデューティーモバイルシーズン0というか、ベータ版ですね。こちらなんと、1年と8、9ヶ月ぐらい前なんで、ほぼ2年前の動画なわけですよ。もうこれが今回パソコンの奥底でね、まあお正月というか、まあそういう整理してる時に見つかったということで、いや結構気になりませんか ?2 年前の COD モバイルって。まあ今やってるユーザーはもちろんのことを、ベータ版とかね、あとシーズン1ぐらいからやってた人からすると、うわ、懐かしいみたいな、うわ、こういう画面あったなみたいなやつのオンパレードなんですよ。で、あとシーズン1やってた人にしかわからない、ショットガンの腰打ち当たり判定ひどすぎ問題。あとめちゃめちゃショットガンが弱いみたいな。そういうのがね、今回の動画で見れるから、マジで知ってる人からすると、もうその懐かしいしか出てこない動画となっております。はい。よかったらね、知ってる人知らない人を最後まで見ていただければなと思います。ちなみに今回ベータ版で、インド回線でしたっけ?まあ、結構ひどい回線で、やってるから、もうその回線がひどい時が大半なんだけど、まあ、それも含めてベータ版だなってことで。あと、ま、単純に僕がこの時スマホゲーめっちゃ不慣れなんで、そう、初めてやったスマホゲーなんですよ、COD モバイルが。だからまあ、この時のジャンルやばいや、みたいな、めっちゃ下手や、みたいな感じで見てもらえればなと思います。はい、ということでね、これからもコールオブデューティーモバイルの動画、上げていきますので、よかったら通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では本編どうぞ。はい。マッピングは、ヌークタウン。わぁ。フリーフォーワール。さーて、でやります。最強スナイパーが決まるんですね。かかってこい。いきますよ。大会スマホ YouTuber 大会。こんな感じだったっけこれ。え当たんないの。班長、班長来たら逃げる。そこです。あ、マジかよ。やったー。自分班長なのにワンショットワンキル、いいっすか。よいしょ。こんなの残念じゃない。ま、これ難しい。まず初心者の、一戦になってますね、これは。バシャ、ほら、おいで。あ、嘘、絶対撃ったって俺のが先撃ちしたもん、そんな。もう、おパシじゃー。まだまだじゃね。僕の方が先、あ、回線だ、おパシャ、ニューロでしょ。そりゃそうだ。嘘あれ嘘だろ、お前。それはニューロ。それはニューロ。それはニューロ。20点、そろそろ自分勝っちゃいますよ。うっさやろ、お前。今、うまかったやんけ、俺。なんで隠れたのに、なんで死ん。はい、ナイス。もう、iPad Pro だな、やっぱり。ほんとだ。じゃあ、VTOL いいっすか。やば。なんで公開マッチで1回しか出てないのにカスタマッチで引き当てるんすか。あー俺の勝ちかな。やば。 VTOL ってこんな感じなんだよ。俺当たっちゃうよ、当たっちゃうよ。当たってるんだよな。草入る。7カザ3キル。やば。あれ、いや、これはね、一言言わせてもらいましょう。なんすか。ユーロであると。めっちゃ綺麗、絶対。じゃあもう一回やろ。えい、はっ、反射、うしょ、うしょ、反射はないよ。あ、どうせこれキッズあれでしょ。キッズ狙わないお前が悪いとか言うんだろ。人間だ。上半身狙わないお前が悪いぞ。コメントなしで反省しちゃう。これなぁ、むずい。タイミング、こいつのが強い。はっきり分かんない。反射、壁抜き、壁抜き、よし。てめぇ、そんなんスナイパーじゃねえぞ。スナイパー壁抜き OK でしょ。うん。嘘。やったー。絶対顔見。すーげえ丁寧に狙った。お、争ってる今。あ、もう。お、たないだ、争いだ。入った。当たんないの、それ絶対当たったよ。七子さん急にニーロに変えてきた。ちょっとさっき契約してきたんで。ああ
契約、即契約か、すごいな。え、なんでなんでなんで、その。うわー、くそ。このワンテンポ遅いんだよ、なんか、たまに。ほら、やったー。1位だ。おー、やっぱ必勝法がある。このゲームには必勝法がある。そこだ、そこだ。あー、なんでだよ。覗き込め俺の人差し指。ダメだ、おばさんに2連敗さし、2連勝させちゃう。あー、それダメ、おばさん。もう分かってたんだよね。はい、うわー、クソ、なんでだから。狙撃。あー、嘘、うまっ。ナイス、いい、えい、当たってるね。ちょっとさすがに。なんで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 。あ、後ろの車に当たったんだ。これ車に当たったらヒットマークが出んだ。嫌い。おー、ラスト。エイムアシストすげえ引っ張られた。嫌いも。わっ、やー、取り切られた。なんで。まあこれがレベル差ですね、やっぱ。いやけど5点差って大したことなくないですか。ビータで取り決められるのダサいよ。動画上げちゃうよこれ。やばさらしよいジョン。最初誰かとジャンル弱すぎ、笑ったな。再生3万層。え、どういうことなの。うーま、俺あー、やっぱりコールオブデューティーの覇者はジャヌダルクだ。嘘だろこれ、スラッグ弾じゃねえの。スラッグ弾割れた。それ当たんないの。やっぱ腰、ちょっとなんか見えたな。なんか見えたな、一瞬見えたな。おかしい。回線がおかしい。どうした、危ない。SSD iPad に入れた方がいいんじゃねえのかい。これ SSD や。SSD やパンチ効いてる。待って、やばいんだけど。後出しじゃんけんでショットガンで勝てるっていう。何これ。通り過ぎたと打ち抜かれたし、回線おかしい。なんで一発も当たって。奈良香さん弱って。だって、奈良香さんを餌にして使うのやめてくれますよ、パスタ。プライベートマッチだから回線じゃないと思うんですよね。ホストが有利とかさ。よっしゃー、ホストが有利。結構大事だって話。ホストが有利か。ちょっと中立な人、ホスト取ってもらっていいですか。誰か一人呼びましょうか、これ。いや、惜しい。マジで当たり判定がない、マジで当たり判定がない。僕、七日さんと同じっす。は？当たんねえな、これ。ホスト誰だよ、ここ。時代が時代なら殺されてますよ。ほら、だって2回当てたのに知らない。一発も当たんないの、おかしい。絶対これホスト。おばさん、これ後でキャプチャー送りますからね。どういうことだ、これ。おばさん、エイムしてます？腰打ちっすか？腰打ち。え、当たり判定おかしいよこれ。腰打ちした時スラックダウンよこれ。いくわ。11。あっ、やりました、あいつ。いや、やってないっす。いや、あ、おばさん、車が目の前で爆発したしましたね。いやー、嘘でしょこれ。いや、おかしいってこれ。七日さん、5はないっすよ。いや、ここね、ラグスイッチ使われましたよ。七日さん回線強いからな、このロビー負けちゃうかも。ま、勝たせてもらいますね。やっぱ当たり判定いい、うん、やっぱ七日さんだわ、やっぱ時代は。いやマジか。いやマジ玉のり当たりしないのマジやべえ。あれで回線じゃないですかこれ。なわけがないでしょ。いや、さっきまで言ってたね。情報にこの企画の最終的な情報になわけがないでしょ、さすがに。回線すげえなこれ。だって七日さんがだってさっき5キルの人がだって露骨に1位っすよ。いや、露骨にじゃなくて、やっぱりさっきはまあ言うて手加減してたんで、そういうところもまああったのかなって。で、宇宙一 COD 史上最もショットガン弱いな今作マジ。弱いっていうか当たり判定すごすぎ。いや、もうこれ違う、これ俺やってるゲーム違うもん。これなんかジャグラーか何かですかこれ。当たるか当たらないか微妙なんですけど、これどういうね。いや、これ実力上ですよ。もうエイム関係ないじゃん、もう本当に。バッチリエイムなのにこの外れる感じがすごい。俺エイム力が悪いってやつマジ出てこいよ。
これ当たんないの、おかしいって、おかしいって、マジで一発もヒットマークなし。これもマジアクティビジョンみたいな泣くね、ほんとこのゲーム。っつってこれがうちの新商品って新商品なんかあれ、なんかあれっすね、SR を腰打ちで売ってる感じっす。あー、わかる。いやー、なんで？そう、SR のレーザーサイト打って、あー当たったラッキーみたいな。いやー、当たったー。いやー、どうした？回線の、いや、これ多分回線っすよ。だってさっき13、4キルしてたところが、じゃあ15キルしてたところ7キルっすよ。はー、あれっす、回線っすね。回線のとこ俺が結局1位だからな。いや、だってさっき5キルの人間が18キルっすよ。じゃあ今度はジャヌ君をホストにしてやりましょう。ちょっとそうだな、ありがとうございます。ちょっとね、先ほどのね、表現不良した私にとってね、回線というものはやはりホストに依存するっていう結論に至ってもおかしくないのではないかと。ここでやっぱ勝たないと僕はホストが強いっていうことを立証できないですからね。確かに。はっ、嘘だろ、当たってるって。よし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 、とりあえずは OK。 すげーよー。どういうこと？あ、どうジャム君、回線の方は順調？順調かい？順調かい？ジャム君、回線は当たってないですね。あ、それ、おかしい、絶対おかしい、これ。ジャム君、回線頭でた？おばさんの回線がいいだけであって、僕は悪くない。僕は悪くないんだ。高いなり。信じてくれ、僕はキラじゃない。回線もあったかいなり。ねえ、ジャイル君、回線はあったまってきたかにゃ。だって、なんでこれ当たんないですか。あったまってきたかにゃ、回線は。ほら、ほれほれほれ、ジャイル君の回線、あったまれ。ジャイル君、あったまれ。ほら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 、やめろやめろこれ、やめろ。いや、ほんとにこれ、見てほしいもん、これ、キャプチャーを。当たってないもん。やばい、ジャヌ君がもうただのジャヌ君狩りやんけ、これ。へい、じゃあもう絶対、絶対おかしいよこれ、本当に。ジャヌ君が、ジャヌ君が吸い込まれていくんだけど。ジャヌ君本当にできるよ、やばい。いや、本当に見てほしい。いや、これ本当に当たり判定やばいよ。本当にできるよ、やばい。明らかおかしいもんこれ。いや、誰が何と言おうと俺の画面がおかしい。全員だってホスト変えて全試合俺1位じゃん。だって、じゃあアサルトライフルやりますね。アサルトライフル、いいよ。そしたら多分まあ、多少あったとしてもエイム系じゃないですか。そしたら任せてください。俺はもうね、言い訳できないですよ、ジャヌさん、これ負けたら。俺 PS4 版のコロボデッキでやります。いや、それヒートアップしすぎー。もともこもないこと言い出した。そしたらあれですよ、サーバーも神なんで。最低なら PS4 版でタイマンを腐えるわし。もうただのタイマンやないかそれ。それで負けたら本当に多分僕2日間ぐらい動画投稿やめてますよ。寝込みますねそれは。寝込みますねそれは。いや、どっちのクラスもショット。なんでどっちのクラスもショット。これ絶対おばさん、これあれ絶対回線です、これ絶対回線。いや、違うって今、俺超 AM 綺麗だったのよ、ドンピシャよ。いや違います、僕先打ちしたんですけど、おばさん当たってないんですよ。これおばさん、これダメです、これ絶対僕回線って言い切れる自信ありますよ。はい、なんでしょう。本当に多分スカイプで共有したいレベルでやばいんですけど。いや、俺だってエイムぶっ飛んでて、なんそんなんしょっちゅうだよ。ちゃうんすよ本当に。隠れてから独特のあれあるじゃないですか。はい、あれがね、謎打ちわけね。そう、あれがね、常時起きてるんで、ちょっとやっぱショットガンのやっぱワンショットワンキルですね。あれが露骨に出てましたね。はい、ということで本編ね、見ていただいたと思いますが、いや、ひどかったですね。プレイングもそうだし、まあ、回線のせいもあると思うんだけど、やっぱショットが明らか弱いよね。いや、マジでビビるぐらい強くなったなと。いや、ほんとシーズン1問題だったんですよ。ショットガンがどれもこれも、格殺取れないから、マジで使うメリットないよねっていうのが大半だったんだけど、やっと強化がシーズン3かな、2ぐらいかな、入って、まあ、強くなってきて、で、だいたいシーズン5、6ぐらいでちょっと荒れたよね。なんか KRM の登場とかで。で、BY15 もめっちゃ強化されて、みたいな。そういうシーズンがあったりとかしてね、なんか、振り返ってみると懐かしいなって感じです。はい。よかったらね、皆さん今回のこの動画の感想コメントを、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。